はい、というわけでね、久しぶりに、起動しましたラストレムナント。ちょっと風邪ひきました、ね。はい、やっていこうと思います。で、魔女風の少女、こんな子いたっけこんな子いたっけ。話しかけてみよう。あ、イベント、かわいい。左右色、全然気づかなかった。そうなんだ、うん、まあそうだよね。500円、ところでもそうだよ。いいよいいよ。アイテム手に入れた。 OK。 アスラムの魔女を解決して。え、あ、これなんか話聞いた方が良かったかな。まあいいか。なんでも赤い。なんで赤いんだよ。赤い人消すの。俺がラッシュだ。あ、進むんだ。よっしゃ。そんな情報収集したっけ。まあいいか。よし、行こう。来たか。今度は何？近日エリシオンにて共和会議の総会が開催される。共和会議って何？簡単に言えば世界平和について話し合う機関だ。数年に一度領主たちが集まり総会を行う。私も行かねばならん。お別れを言うために俺を呼んだのか？違うよ。私と一緒に来ればお前も堂々とエルシオに入れるだろう。総会が開催される年はエルシオンへの出入りはかなり制限されます。まあ漁師たちが一堂に集まりますから警戒が厳しいのは当然ですが。エルシオンに入れればアカデミーにも行ける。本当ありがとうダビッド。しかし本当にダビッド様が総会に呼ばれるとは。どういうこと？通常共和会議に参加できるのは大国の領主だけだ。私のような小国の領主が参加を要請されることはない。なんかやったな。大したことじゃない。最近のアカデミーの不穏な動きについてある男に追及してみただけだ。誰に？共和会議議長でアカデミー最高責任者ナーガプール領主ウィルフレッド・エルマイエン公。ウィルフレッド・エルマイエン、そいつがイリーナ。それを調べに行くんだ。ダビッド様、エルマイエン家は代々の議長を輩出している名門。下手に刺激すれば全ての諸侯を敵に回すことになります。先代様も議長との関係には並々ならぬ苦労をされておりました。ここはアスラムのためにも慎重に。私のやり方は父よりも劣っているか。長話が過ぎた。今後のことはエルシオンについてからだ。出発の準備を。イエスマイロード。暗転するのかと思った。あ、ダビッド、どうした？あ、いや、なんでも。じゃあ、また後で。ダビッド君も大変なんだな。おっ、おっ、出ちゃった。これが例の娘か。はは、
あなたが命令したのね、こんなこと。私をどうするつもり？ふん、気丈な娘だ。彼女の血を引くだけのことはある。あなた、お母さんを知ってるの？だが、私はそういう女は嫌いだ。女は黙って私の言うことを聞けばいい。問題になるゲームだ。いいか、覚えておけ。今度この私に向かってそういう口を聞いてみろ。切り刻んでハルピリアの餌にしてやる。閣下。なーに、冗談だ。他の女たちのようにはせんよ。彼女は替えの利かぬ唯一の存在だ。お前も失礼のないようにな。はは。権力があるからね、こういうなんか変な性癖をね押し通せるんだってね。仲間の人数に不安があるなら警備兵に話しかけろ。無料のユニットをかけることができます。はいはい、よで、どうなってんの？パーティーは。え？ロックスキュー。え、どういう？333ができるってことだよね。さあ、9人いれば123、123、1人。1人。いいよ。え、これ自分で行かなきゃいけないのか。わかりました。あ、この人かな。はい、ユニットの雇用。いや、やっぱ動物がいい。下に行くほどか、違う。下に行くほど強いの？なんか色と違うけど。知力、200。これで終わりか。プラス5、プラス4、プラス5。あ、この辺があれ理解不能なものそうだ、そうだ。リペア。ひねくれ器用さ、電光石火。電光石火なのか。リテュエリセーテさん。挑発あるの、知力で。AP プラス6、これ AP 多い方がいいんだよね、多分。違うのかな。これで防御力めっちゃ高いけど、あ、装備の問題か。色違うんですよ。デイマコスさんにしようかな。ミセリコルディさんもいいけどね。まあ、デイマコス腕力高いし、デイマコスさんにしよう。オッケー。
ああ、そうね。OK。そしたらパーティー呼んじゃいましょうかね。ユニオンボードで。出た。なんか、あれが欲しいって言ってたよ。取りに行こうぜ。ここで買えないのか。素材屋さんとかないか。はい。よし、というわけで、ちょっと動画外でね、いろいろと、やったんですが、まあ、今こんな感じです。バトルランク10。で、次、ホワイトロッキーにね、行くっていうのもあんまり覚えてないんだけど、エルシオンとセラパレスを結ぶ、エルシオンに行くのか。古くからの交通路、白く輝く石灰岩質の崖がそそり立つと。ホワイトロッキー行きましょう。でね、前回ね、あ、なんか仲間からね、なんか、これアイテムこれくれよみたいな、いう風にね、言われることがあるんですけど、それね、渡せると思ってなんか買ったりとかね、してたら、全然意味なくて、なんか綺麗なことだね。なんかね、戦闘終了時になんか判定があるみたいなやつで勝手にね強化していくよっていうのにね最近気づきましたと。いいよ、これぐらいかな。戦いしてるよし、こっちでも戦いをするんだよ。よいしょ。はい、ちょっとちょっと戦闘は、勝つんだけど、まあ、特に、ね、見どころが見なくてもいいような戦闘がね、勝つしていこうかなと。勝ったそう、青が味方ね。赤が出てきた。まあという感じでね。娘ちゃんがね、二人もしますが。行こう。で、そうそうそう。ね、まあ、特にね、あ、11になった。特に見どころのないね、戦闘をなかったとして。フリーファイター、アデプトフリーファイター。これです。っていう、あ、そう、こういう感じで、一回ね、まあ、パグス君にね、あげる、まあ、奪うこともできるんだけど、ね、奪い取るっつって。パグス君が、の、そうそう、武器とかがね、そう、ステータスが上がりますよっていうので、上げていきます。上げていくっていうのがね。よいしょ、こいつも一緒にやるわ、ね、なんか扉じゃないか。なんだあれ、あれは平気なのかい。平気なのかい。ちょっと広かったね。次の、え出ちゃった。あ、いいのか。あっつ、通過するだけか。よし、行こう。よし、行こう。こういう風にね、これくれよってね、言われることがあるんだけど、で、よし、行こうってどうすんのってなっちゃうんだけど、もうとりあえず行こう。先にね、よっ。レムナントエルシオンです。それが司るは世界。うわ、すごいな。
今からおよそ1000年前、マリオン・マーシャルがあのエリシオンと契約を果たし、ここをレムナント文化の発祥の地としたと言われております。サイクス夫妻はもともとこちらに住んでいたはずだが。いや、俺も生まれはここだけど、すぐユラム島に移住したからエリシオンのことは覚えてないんだ。ダビッド様、そうだな、アスラム大使館へ向かおう。次、まあ、大使館があるんだな。それ触んないで暗くなっちゃうんで、ちょっとちょこちょこ触ります。総会はまだ始まらないか。まだです。ゴール港とクーバイン港の到着が遅れております。まったく、お偉方ほど時間にルーズで困る。聞いての通りだ。ラッシュ、しばらくお前に付き合うぞ。え、大丈夫なのか。誰かが呼びに来るさ。それに俺が一緒の方が都合がいいだろ。みんな異論はないな。我々にも同行をお許しいただければですが。もちろんだ。今のうちにできるだけ情報を集めておくぞ。アカデミーにも言っておいた方がいいだろうな。ああ。おい、ゲナー違う、グナーデク議事堂前。なんかで、パブ、ギルド、雑貨、マテリアル、コンポーネント、装備、コンポーネントってマジよく分かってないな。雑貨、カスタマイズ、グナーデ、寺院とお土産屋さんが、議事堂前がアカデミーがあると。いうことで、ちょこ、これぐらいにしとこうかな、今日は。あんまりカットしたらすごい少なくなっちゃうかな。まあでも、ムービーもあったしね。というわけで、エルシオンに着きましたよと。この後ね、また、ちょっと雑貨とかはね、特に何もなければ、カットすると思いますが、ジン行ったりね、お土産屋さん行ったりね、アカデミー行ったりね、そういうところでやっていこうと思いますと。はい。というわけで、まあ、今回は、これで終了になります。もしよろしければ、動画のね、評価、あとはチャンネル登録、まあ、Twitter もやってますので、そちらのフォロー等もしていただけたらと思いますので、特に内容がないんで、あれですけど、まあ、他の動画もね、よかったらよろしくお願いします。じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。